性的マイノリティへの偏見や差別のない社会を目指すアジア最大級のイベント東京レインボープライドが都内で開かれ、今年は去年の5倍近い参加者が見込まれています。今年は25の国や地域の駐日大使や公使らが出席し盛り上がりを見せています。東京レインボープライド2023は今週末都内で開催されています。性的マイノリティへの偏見や差別のない社会を訴えていて、アメリカなどの駐日大使らも登壇し結束を呼びかけました。このあと午後1時からはパレードも予定されています。主催者によりますと、去年はおよそ2000人だった参加者は今年は5倍の1万人程度まで増えると見込まれています。こうした性的マイノリティへの偏見などをなくすためのパレードは世界の主要都市でも毎年行われています。